はい、こんにちは、スレトルトと申します。久々にね、バカゲー RPG やっていきましょう。同色するハロルドっていうゲームなんだけど、まあ、主人公のね、RPG スクールの主人公のデフォルト名がハロルドっていう名前なんですけども、まあ、歩くたびにこの主人公が増えていっちゃうっていうゲームですね。で、増やしてって、主人公増やしてって、その物量で魔王を倒そうっていうゲームなんだけど、まあ、以前ね、かなり昔になるんですけど、私やったゲームがあって、それがね、仲間が増えすぎると、積んじゃう RPG なんですよ。仲間がどんどん仲間になっちゃうんだけど、仲間をすり抜けることができなくて、どんどん、なんかこう、移動できる範囲が少なくて積んじゃうみたいなね。ちょっとそのゲームの亜種みたいな感じなんでしょうかね。やっていきましょう。勇者ハロルド。ハロークの神殿からの応募だが、経歴に間違いはないか。なんかハローワークでね、勇者雇われたみたいな感じですけど。はい。僕には勇者歴5年、魔王討伐回数は3回の実績があります。これ結構すごいな。この2行ですごい情報量だぞ。たった5年で3回も倒したこともすごいと思うし、魔王めちゃくちゃいるんだみたいな。5年間で3回魔王変わるんだみたいな。本当は今年勇者になったばかりでまだ一度も魔王を倒していない。よくそんな嘘つくな。命がけの嘘だぞ。一人で挑むのは怖すぎるよな。でも、ハロークの神官にこう言えって言われたしな。ハローワークの人ももうそう言わないとお前雇ってもらえないからって言われたんだな。うむ、頼もしいな。今回は我々王家もきちんとサポートさせてもらおう。とか言って300円しかもらえなかったりするじゃん。300ゴールドしかさ。こやつの経歴、多分嘘じゃな。おそらくハロークの者の家知恵か。なんでわかるの？てか、3回魔王を倒したらそれは有名になってるはずだからね。ま、あれを使う分には誰にでも構うまい。ありがとうございます。王家の秘術をかけてやろう。うまく使えばどんなものでも魔王を倒せるという。詳細はわからんがな。勇者にかければ100人力じゃろう。期待しておるぞ。ほれ、100人力ってことは100人増やせば勝てるみたいな。ハロルドに王家の秘術がかけられた。はっ、必ずや魔王を倒してまいります。ふっ、乗り切ったかな。とりあえず面接合格ですかね。ゲーム説明。一歩歩くとハロルドが増えます。話しかけた人もハロルドになります。2行目怖ー。話しかけられたくねー。怖くない？じゃあもう王様に話しかけてみようよ。たくさんのハロルドと一緒に魔王をタコ殴りにしましょう。一度ハロルドが出たマスはもう通れません。よく考えて進もう。Q ボタンで今のマップにいるハロルドを消すことができるとリセットボタンはあるのね。うまく増殖できなかったらやり直したり、ベストなスタート位置を探してみたりしよう。ハロルドに話しかけると今の人数を教えてくれます。どれだけ増やせるか挑戦だ。なるほど。じゃあ、まあ、極力多めには行きたいな。なるほど。なるほど。この柱の裏あるのね。これはまあまあ難しいですよ。王様もハロルドにしてやろうぜ。あれあ、いけない。はい。何を、気を使って。来るのだ。気をつけて行ってくるのだ。なんだこれは。うわー今40人いるよ。このマップでは40人いるよ。王様。なるほど、このマップのさ、ここは通れるのかな、通れないのかなっていう、この見極め結構難しくないですか？でもね、まあ、美しくできてる。お妃様。うまく倒してきたなら、褒美を用意しています。きちんと働きなさいな。これは一体、いやー王家の秘術。王家の秘術さ、もうちょっとなんか大切にというかね、難しいな。難しいぞ。ちょっと一個無駄にとかはなっちゃうね、どうしても。ここ上行ったらさ、そうだよね、負けだもんな。すごいことになってるけど。まあ昔もこうやってね、仲間増えすぎちゃう RPG では、まあこんな感じでやったので、やり方は大体わかるけども、ちょっと無駄にしちゃうね。今何人いんの ?187 人いる。ちょっとすいません。まだプレイ中ですよ。行くぞ、ハロルド。ハロルドの皆さんで攻撃します。この技しかないんだね。装備も特に何もない。これはどうしたらいいんだ？今ここにいたわけでしょ？今ここにはこんだけいます。だから、そっか。あらゆるところで増やしていこうぜっていうゲームだよな。ここのダンジョンでもハロルドを増やしていった方がいいってことなのかな。多分そういうことだよね。これ意外と難しいぞ。何ハロルドいればいいのかみたいなさ。あっ、よくねえかも。巡回巡回とスライム、勇者があんたら、勇者かあんたら、ひえー。いやこれ強くない？魔王だって別にさ話しかけりゃ倒しちゃえるんだからさ、もうこの魔法の時点でもう、あ、これやばいよな。これ帰り道ないよね。これそういうことだよね。これちょっとまず巡回、あ、待って、洞窟、ちょっと洞窟でもねえんかい、洞窟でもないんかい。待って待って、ここで排除して、あ、どうだ、ちょっと待って、排除する場所確かに大事だな。この端っこからスタートして入れないとは考えなかったな。でこうでしょ、よくないな。もうまあまあまあしゃあないしゃあない、しゃあない。まあある程度は仕方ないとして、こっちは残しとかなきゃダメだから。いやこれここでも増やしとかないと多分だけど魔王退治できないってことだよな。危険、ここは危険。ここはもう通ったらダメな場所だな。うん、これも通ったらもう戻れないから全てのマップを埋めれるというわけではないのかもしれない。はい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 、どうもー。あ、やばーいやばい、やっちまった。くっそむずいぞこのゲーム。絶対まだやらかすだろうな。はい、おでお花水あげる、へへ、優しい奥だよ。なんだお前ら、やめろ、お花踏むな。うわー、かわいそう。これ話しかけた時に前に出るっていうのはかなり重要というかね、ミスってしまうギミックですよね。前に出ちゃうから、そこの分もちゃんと開けとかなきゃいけないと。ここにも出ちゃう。いいよいいよ。ここ限界で、こっちはいけない。うんうん、1個ぐらいのまあもうね、まあ、ミスというか減らしはもうしゃあない場所はあるから覚えておきましょう。ここでちょっとセーブがあるか。あー、いいねいいね。セーブして、ここも無理だもんな。もう絶対何のため来たんだろう。歩くために来てるってことかな。これ下ある？ないね下ないねむずいぞこれ。あ、待って待って、これはロードだ。ゲーム終了、タイトル戻って、ここでロードすれば OK ってことだな。つけさせてもらいますよ。でこういって、いいよいいよ。こっちはもう罠ってことだよな。いけないもんね罠ってかいけないじゃんこれ。あ、こっちの上はもう絶対いけないってことだ。うわ、だいぶ罠だな。なるほど、帰り道も用意しつつ、どうせあれも宝物とかないんでしょ。あ、よかった、いけた。あ、こういってここら辺埋めつつ、いいよいいよいいよ、悪くない悪くない。で、うん、いい悪くないですね。でこっち行ってこうで戻ってくる、悪くはないよね。うんうん、ぴょん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 。もう帰れねえぞこれ。左側からな。じゃあここセーブしましょうか。 OKOKOK でここもだな。これもダメね。こっち右行ってたら今積んでたよね。はい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 、まあ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 、悪くない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 。帰り道用意しなきゃいけないから、こうだこうだ、よし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 。うん、まあ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 、何人いる今。502人増やしました。いろんなとこで増やしていかないと多分魔王城いけないってことかな。他に入れるとこ砂漠もないし、じゃああとはもう魔王城だけってことかな。あ、ここの魔王城で何人増やせるかってことですね。もう一回魔王と会ってみようかな。今多分700人ぐらいいるんだよ、ハロー。勇者多すぎ。ここにもういるってことだよね。ちょっと会ってみましょう。ふっ、よく来たな、勇者いいよ。何人いるのだ今回の勇者は。これ全て勇者か。そうだ、俺たちが勇者ハロルドだ。人海戦術だね。さすがにこの人数は良くないんじゃないか。うるさい、魔王覚悟。せめてちょっと話聞いて。どうなんだこれ。この必殺技の、行くぞハロルド。ハロルドの皆さんで攻撃します。この魔王城では増やしてないから、あんまり数は足りてないと思うんですけども。おー！終わらない。全然終わらないけど。何人の怒涛の攻撃だな。よくこの間待っててくれてるな。煉獄が決まってる感じですね。左の、この右の溝落ちばっか狙われてる感じだね。右側だけが。もっとバランスよく攻めていけよ、ハロルド。ハロルドたちの怒涛の攻撃。おい、これ終わんねえぞ、これ。全然終わんねえぞ、これ。いつまでたって。まだ増やしきってないんだからね、これ。これは一応試しで、魔王ね、多分倒せないだろうけど、やってみようの、これコーナーだからさ。強いな。魔王かわいそうだな。魔王がかわいそうだな。皆さんこれね、700回ぐらい待たなきゃいけないですからね。これ今、700人ぐらいいんのかな ?500、200ぐらいいたよね。おっと 10、うおーこれも待たなきゃいけねえのかよ。いやマジで2分ぐらいはご一緒だと思うけど、ここあんのか。このバウンドいらないわ。一気にゴーンってこう2万とか食らってくれよ。ハロルド1人につき10のダメージなのか。倒した。こんなんで倒せちゃうの？倒しちゃったよ。あれ？倒せたよね。あれゲームがあれ？ああ、よかった。余韻だった。ハロルド勝利。倒しましたけど、倒せたけど、いや、まだ増やせるはずだけど。私に5280のダメージを与えるとは。これが数の力、暴力。これ528人いたってことか。ぐわー、みなハロルドで、あ、座ってるあいつみないい。あ、喋りかけたからだ。てか魔王も耐えたんだな、あの呪いについて。これまだなんか足りてないと思うんだよな。作成日12月20日思いついた日12月20日一瞬で終わったんだな。プレイしちゃった人、あなた。ああ、相当すごい。かなり練り歩きましたね。ああ、どうぞ。あ、ポストリップ絶賛制作中です。めちゃくちゃ可愛いのもちゃんと作ってんだね。ふざけてるやつだけじゃなくて。ありがとうございます。いやでもこれもっと褒めてもらえると思うんだよな。納得いかんわ俺。とりあえず魔王城だよな。これは魔王城もう戻る必要は基本ないので、あいつもやって、悪いスライムじゃないのにやって、大丈夫かな、戻れるかな。これ一本道だとしたらさ、こっち行くってこともできなくない？あ、本社勤務のエリートスライムなんですが、人間風情がなんで話しかけてるんですか。うわー、魔王そう考えたら強いな。耐えれてるんだもんな。こっちも行けないな。おお、私の夫はもうハロルドになりましたけども。罠ダメだな、こうなったら。てか一本道だからもう戻れないっていうことになる話。戻れないか。どうだろうこれ。入っちゃった入っちゃった。いや、ここもまあまあいるから、こっち行ってみましょう。なんでここは増えないねんって話だけどな。一回ここでセーブして、まあいいや、こいつ話しかけるでしょ。いやー、戻れないなー。いや、罠だな、これ。あ、でも、開始場所を、そっか、開始場所さえ考えれば、うわ、これダメだな。このハロルドいるよってなるじゃん。でこれ消した時にここの渦巻き、ここもなんかハロルドになって、この渦巻きは消してもハロルド状態のままだから、でこっち出られないわけでしょ。じゃあ使えないな。どこスタートでもこれはもうこの段階では積んじゃうというか、ここを埋めることはできないな。何言ってんのかわかんないと思うけど、めっちゃ大真面目にやってるんですけど。ダメですね、これ。とりあえず渦巻きが戻らない。一回やったらもう戻らないので、じゃここもそんなには正直増やすことはできないね。これ作者さん褒めてくれるかな、この人数。まあもっとやれば、もっと前半のね、あそことか切り詰めれば、もっと火力は出せるとは思うんだけど、どうだろう。普通の攻撃とかしたらどうなるんだろう。はい、4。いやー、やばいやばいやばい。これはハロルド戦法使うしかねえ。ハロルドたちの怒涛の攻撃。これは前回よりも、まあ、100ぐらい多いですから。終わんないぞ、これ。おお、でも終わってない。おお、終わったー、終わったー。投げー、投げー。めっちゃスマホ見てた。めっちゃツイッター見てたわ。ここの余韻もね、なんかゲームが処理しきれてないのか、何も押せないもん、ここ。なんか余韻があるんですよ、これ。あれなんかこう、プレイヤーを不安にさせる時間があるの、これ。あれ効かないぞ、みたいな。よし。おー、6540のダメージ。ってことは、654人のハロルドがいるってことだな。みんなハロルドで、みんないい。なんだそれ。なんだそれ。褒めてもらえるかな。あれ、どこで褒めてくれたんだっけ。なんかどっかで褒めてくれたよな。655人。おお、作者よりすごい。あなたが作者なの。ああ、はい、まあ、何度でもしてみてください。ありがとうございます。可愛いですね、鳥が。はい、シルクハットかぶってる鳥、すごく好きですけども。はい、ということで、俺が作者らしいです。ご視聴ありがとうございました。増殖するハロルドでした。うん、長かったね。なんだろう、プレイしてる時間よりもハロルドの攻撃を待ってる時間の方が長く感じてしまうぐらいね、無限な時間でしたね。ご視聴ありがとうございました。またね、別のなんかせわしなくなってる気持ちが、なんだろう、なんかね、なんかふわふわしてますね、気持ちが。ご視聴ありがとうございました。増殖するハロルドでした。またこんな変わった RPG やってみたいです。